学レスリング部4年の須崎結衣です。2年の片岡里奈です。はい、今日はインスタグラムで集めました質問コーナーを開催したいと思います。お願いします。お願いします。まずオリンピック優勝おめでとうございます。ありがとうございます。アンクル数パターン教えてほしいです。アンクルのパターンは、いくつかあって、で、相手の守り方によってアンクルの決め方も変えるので、結構臨機応変にアンクルどんな時でも返せるようなパターンはあります。ありがとうございます。じゃあ、アンクルの決め方のコツは。そうですね、アンクルの決め方のコツはやっぱり、肩をしっかり入れることと、相手にプレッシャー、肩をしっかり入れることと足をしっかり持って、足の最初の決めと肩を入れ込むことがコツになると思います。減量するときはプロテイン飲まない方がいいですか？減量方法教えてください。はい、減量するときは大丈夫減量するときは、自分の場合はあまりプロテインは飲まないんですけど、1ヶ月前くらいから脂質を意識して、お菓子とアイスをやめて、で脂質を気をつけながら、体脂肪から落としてってっていう感じの減量をしていて、でもプロテイン、全然飲んでいいと思います。はい、ゆいさんは普段ご飯は食べる方ですか？いっぱい食べると思います特に好きな食べ物とかありますか？好きな食べ物は、お寿司と焼肉と甘いものとか何でも好きです。好きな飲み物は？好きな飲み物か、はい、好きな飲み物はファンタオレンジ。オリンピック今回優勝して、今後何連覇目標だとか？そうですね、次の目標はまずパリオリンピックに出場して金メダルを獲得することで、その目標を一つ一つ達成していく中で、自分が頑張れるだけ、頑張りたいなって思います。自分の強さの秘訣とかありますか？はい、そうですね、やっぱり強い気持ちを持って、どんな時もどんなことがあっても諦めずに強い気持ちを持ってやり抜くことかなって思います。佐々木選手はどれぐらい練習して今回の五輪に臨みましたか？そうですね、でもオリンピック前、合宿の時は1日2ブレン、午前と午後って感じで、その合宿の前とかは3ブレンとかして、いました。今レスリングの選手生活が終わった後の夢とかはありますか？そうですね、今まだ引退してからの夢はまだ見つかってないので、これから見つけていきたいなって思います。スキンケアにスキンケアは、化粧水とかかな、多分、はい、パックとか化粧水は SK2 を使ってて、乳液と化粧水別々、バラバラっていかないと思うんですけど、はい、でも乳液と、最後の美容液みたいなのは、アルビオンのやつを使ってます。あとは韓国の緑のやつ、あれ使ってます。あ、シカパック？ T3？ T3？ 薄いやつ、そうそれだけみたいな。気になる。気になる。いつも笑顔が素敵ですね。私の二人の娘も笑顔くれる女性になれますか？下の子はゆいです。ゆずっていう字にゆうさんの頃を持ってゆいさん。ありがとうございます。絶対なれると思います。はい、質問コーナーありがとうございました。また、開催するので、質問を集めた時には皆さんぜひ質問してください。
はい、じゃあさよなら。さよなら。